せーの、チョコレートラビーズ。お前だ。あ、俺か。あんま慣れてないもん、ね。天気のだどっかりちゃんと、みんなとさくらくんと、メラシオとゆべくんです。せーの、チョコレートラビーズ。イエーイ。ということで、今回渋谷のね、あの、丸井の方に来ているんですけど、はい、なんで来ているか、組めればわかるかな。神スタッフ T シャツ。神スタッフ T シャツ。めっちゃいいね、これ。え、後ろなんて書いてあるの。かわいい。中島さん、コラボしてます。ゆべと。え、ちょっと待って、欲しい。確かに匂わせ。ガチじゃん。9月23日にですね、はい、なんと雪村さんがポップアップスターを開催するということで、今回、はい、特別に前日に侵入しに来ました。20時半に撮影開始予定、はい、20時半にお城に着きました、はいはい、今の時間23時4時行き過ぎてるね、ちょっとね。俺たちここにさ、そうだね、ずっと座ってて、座ってて配信見てる、ツイッター見てる、ドラマ見てる。カニちゃんが悪くね。こいつが悪いです。なんでなんでカニちゃんのせい。もともとカニちゃんの個人のチャンネルで撮るみたいな話があって、うん、で社長の方から朝からとか言ってとか来るみたいな話があって、うん、ラッピング揃ってじゃチョコラビチャンネル出て仲になったけど、これカニちゃんだけでよかったっすよ。そう。失敗だった。お前らがいたから過ごせたんやね。待って。一人3時間きついガチできついもともと俺らです関係ないからね、向こうからね、そうそうそう、勝手に来て勝手に来て勝手に待ってるだけだから、そうじゃあ行きますか、はい、チェキラお願いします。チェキラ、もう本当に何にも人すらいない、足半の数でいなかったけど、もう連絡だった、そうね、怖いよ、ちょっとだってもう0時近いんでしょ、最初俺たち遅れましたからね、よかったわ、追い出されそうになったでしょ、時間いや、なんか飲み物飲んでて、飲食禁止ですって、スタッフはそこじゃ飲んじゃったねみたいで、休憩室に行くか、リポートした時に関係者の方が楽屋こちらです、案内してそう、案内してもらった、あ、そうなんだ、そうです、うわあ、見えてきた若干、あ、正面じゃん、お、すごい、え、あ、ここか、はい、ここです、ここか、雪村生誕祭イン丸い君との奇跡に花束を、お、すごい、あ、おめでとうございます、お誕生日、あ、おめでとうございます、丸井のアニメ、丸井のアニメっていうんだ、っていう場所なのかな、っていうスペースなのかな、うん、はい、ちょっとまずこっちっすね、すごい、本当に、はい、こっちですね、あ、なんかお化け屋敷みたいな、ちょっとガチお化け、なんか丸みたいな、これ急にわーみたいな来ない、お、すごいね、写真撮れるみたいな、そうです、ここで写真撮ります、じゃあ撮っとく、オッケー、はい、じゃあ呼びますか、それでは登場していただきましょう、いいね、今仕組みないけど本当に本当にわかんない、俺もいるかわからないけど、ワンちゃん来んじゃない、ゆきむー、すぐ遠くから来ました、出口から来た、あ、そっから来た、ここから来ると思った、こんにちは、真ん中にお待たせしました、いや、やばいこと、私来てくれ、はい、ありがとうございます、はい、ということで次のステージに、あ、もうない、もう触れない、終わりなんだもん、え、ここもう触れていいもんと、あ、そう、なんか写真スポットね、あ、じゃ撮ったら一人ずつ、ゆっきりと一緒に、いいですか、え、もういろんな写真、じゃあ俺から行くわ、チーズ、いいよ、カメラマンのこといるね、はい、オッケー、中指と、あ、マジか、わマジか、3時間待ったから確かに、これぐらいはサービスしてもらわないと、確かに、いや、でもトノチューさんやったら3時間余裕でしょうね、じゃあ案内してあげて、ゆきめ、あ、確かに、入り口が、はい、こっち、はい、こだわりポイントとかすごい、すごい、なんかね、ご挨拶、ご挨拶さ、はい、やっぱじゃあ呼んでいい、呼んでいい、俺いい、いい、先生がある神、ゆきめ、生徒生、なるいきめ、であるふざけるな、初めましての君は、これ今までのイラスト集、さすがに、さすがに何の歌か分かるよね、全部ね、さすが分かるでしょう、歌ってみたのサムネイルとかこれ分かるよ、ちなみに、いいよ、言って、まず、うん、こちら、うん、あれで、頼むよ、まあ、言ったとはそうライブでも歌っておりました、はい、でー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 待って、汚れてる掃除機持ってきて何が落ちてんの、何が落ちてんの、これ掃除機じゃないの、本当に今までのガチの薬、今まで飲み食べた薬、本当のリアルに、これ当日もこの暗さ、そうです、そうです、そうです、もう全部そうしました、すごいね、ここも考えられてるの、はい、すごい、誰もいない、2023年9月14日雪村の生誕祭、雪村生誕祭なの、愛も恨みも
災害時だ。最近犯罪の犯罪を見てたから変わってるからね。もうすっごい私物だらけだよ。こんな私物で今回まとめました。すごいっすね。あ、ここも全部私物パジャマ。これとか見たことあります、インスタとかで。はい、え、大丈夫このパジャマとかこうベタベタって触られない。いや、だからそれが分かんない。んな井村さんのリスナーそんな触らない。何しか触らないね、うん、ちょっと中入れるのか。やらかした。特別な許可をもらってもらって。はい、でこっち、はい、ほうほうほう。あ、これは、はい、うわ、あれだ、うわ、はい、中島アイドルの時に出てきた。そう、着ぐるみガテシアタの本日はこれ誰か誰かっていうか中島さんがちゃんとあの魂がこもると。今ちょっと出勤外なの。あ、そう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 。さっきまでいたんだけどちょっと疲れたって言って。楽しいショート。すごい、待って、何から呼ぶ。どれ着よう。この写真のこう幕張のやつだ。幕張の衣装、はい、幕張の。あ、そう、マイクスタンドもね。あ、多分ライブじゃ近くで見れなかった。そう、すげえ。知らなかったよ。そうなんだよ。黒いのじゃなくて。知らなかった。めっちゃかっこいい。マジかっこいい。かっこいいよ。これ一本高いんですよね。高いよ、作ってんだよ全部。値段貼った方がいいっすか。貼って。じゃ中に靴、あ、靴はまあいいや、はい、靴のままでいいよ。え、いいっすか。うん。どんどんみんなで汚してこうぞ。え、あ、え、え、本当に。はい。マジで汚れてる。今まで書いたブログとかですね。ブログですね。これじっくり見ちゃうわ。いや、いいね、これ。これやばい。これ、一日入れるじゃん。俺はまあ雪村しかない。雪村は死んだろう。いやいやいや、本当にやめてください。本当にやめてください。本当にやめてください。で、もう雪村さんにメッセージを書こうっていう。そう。あ、これでいいんですか。ことがあったりして、うん、はい、これ書いていただいたら、あと、あそこのポストを交換して、僕が見ますから。なるほど。はい。書いておくのも一枚だけど。お前だけ書いておく。あとで LINE で送っとくなんでだよ。なんでだよ。いいよ、お前書いていいよ。代表で書いて。代表で。なんかあの書いてほしい、かんちゃんに。本日はみたいなね。あ、嬉しい。じゃあ入れます。じゃあなんかちょっと一言言って入れて。無事祈りますように。何が降りた？何を書いてん？じゃあ次こっちっすね。ッキーです。あ、はい。家にあるアクセサリーとか。ブリブリサイモンの剣だ。知ってるね。ブリブリサイモンの剣。使いづらい。結構連続でいろいろ出てるんですか。あ、でここは、衣装じゃなくて私服のコーナーがあります。はい、僕がよく着てるパジャマ。どこで買ってんのこれ。まあ、なんか都会っていろいろ売ってるよね。あんま見ないよね。あんま見ない。で、あえて洗濯してないですよ。おお、匂いも感じられるもうやるんだろう。でも洗ってほしくないっていうね、リスナーさんね。俺も一回も洗ったわなと思ってた。洗ってほしい。で、こっちはちょっとあのまともなあのライブで使ったやつで、これがあの何この、なんていうのこれ、特注なんていうんだっけこれ。そう、マイク、マイク、うん、ワイヤレスマイクね。はいはいはい。ラメが入ってて。あ、2本あるんですか。そう、2本あって。え、そうなんだ。そう、予備用に。2本とも傷だらけにした。ぶん投げたな。ぶん投げたっすか。へこんでんだよね。へこんでます。ほんとこういう感じ。あ、ほんとこうやって。これチョコラビがやったらもう殺されるよ。最後のコーナーがちょっと自分の家の私物で全部作った、好きなもので作った雪村コーナー。ベビーカーなんだけど。家の私物のベビーカーでない、はい、なんかちょっと怖いです。だから分かるっしょ、こんな家にいるからあんなブログが書けるんだよ。そう、カーテン開けてあげたいです。換気したらだってなんかいるもんだって。何あれ、何入ってんの。あら、青いブルーシート。なんか、あ、これいらなくなったぬいぐるみの。いらなくなった。これもちょっとあれだけど、今までのグッズ、うん、なんかニコキャスとか、グッズを家にあえてマジックでぐちゃぐちゃにしたり。それでやってんじゃん。なんてことすんの。本当にでも家のまんまだからね、あんまりジョジョ見ると恥ずかしいんだけど、本当にリアル再現って感じで。ここが終わりましたら、はい、はいはいはい。これ、まだ、何点かしかちょっとあれですけど、アパレルブランドの試作品を提供してもらってます。おめでとうございます。おめでとうございます。間に合わなかった。本当は売りたかったんだけど、うん、こだわってたらあれしちゃったんですけど。楽しみに。グッズコーナーですね。はい、すごいね。グッズコーナーですよ。あ、これフォトスポットの一部か。そう、クラファンの実際に。あ、えぐい。すごい迫力が。お嬢刺さってる、ここにも。また。これもなんかね、あの日本一位あの輝いた人が作ってくれて、うん、まだ彫刻を。そう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 。すごい。はい。わく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 
まあ、どっか行こう。あ、でも、あ、そう、これ、間に合ったアパレル。あ、そう。チョーカーとかアクセサリー系。そう。あ、そう。で、自分で実際、ちょっとつけて、写真。誕生日に合わせて作った、はい、グッズたち。生誕祭グッズですね。で、なんで来てんのっていう。これ。これ、ちょっと待ってよ。これ、ゆっぺでしょ白い星と黒い星まんま一緒なのよ、この色もこれにしか見ない。特許取ってるんでしょ。特許取ってます。取ってんだ。売り上げだ。さすがにね。それだけでいいんで。さすがに想像してほしい。本日のギャラです。おー、マジ？おー、ガチ嬉しい。いただける。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。あー、嬉しい。はい、ということでゆきむの、ポップアップストアに潜入してまいりました。全然僕らのさ、やったやつをイメージしてきたから、雪村ワールドがね、衝撃的だった。すごいよかった。あー、よかった。じゃあ遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、この動画が良ければチャンネル登録高評価お願いします。お願いします、はい。じゃあ一緒にチャンネル登録してね。もいいですか。あ、あれね、あれね。あ、オッケー。もう一回やってくれたよね。なんか、なんとなくわかるよ。じゃあ行くよ。そんな構えてやるやつやる。結構やばいよ。行くよ。オッケー。せーの。ちゃんとしてね、ちゃんとしてね、ちゃんとしてね、ちゃんとしてね。お、あ、お、あ、お、お。神だ。